皆さんこんにちは。いつも素顔を隠している芸能人がいるとどんな顔をしているんだろうと気になることがありますよね。今回はそんな顔バレが衝撃すぎた芸能人たちをご紹介していこうと思います。一グループ目はグリーンさん。日本の男性4人組ボーカルグループであるグリーンさんはテレビに出ない、本名も顔も出さないアーティストとしてよく上がる方々です。メンバーはヒデさん、ナビさん、クニさん、ソウさん。2002年に福島県の同じ大学に在学していたヒデさんとナビさんの2人とヒデさんの実系の3人で結成し、結成当時はグリーンでした。2004年に同じ学部のクニさんとソウさんを加えて現在のグリーンとなっています。2007年1月24日にシングル「道」でメジャーデビューした後、サードシングル「愛歌」が注目され名前が知られるようになり、2008年ドラマ「ルーキーズ」の主題歌に起用された「奇跡」が大ヒットし最大のセールスに。そんな彼らが通っていた大学は歯科医師となるために通っていた大宇大学。実は全員歯科医師として勤務中で、そちらが本業扱いとなっており、アーティスト活動は副業的な扱いとされているそうです。彼らが顔出し NG だった理由は、まずメジャーデビューする条件が顔出し NG だったこと、そして音楽と歯科医師になる夢を両立させたかったということ。勤務先や病院、患者に迷惑をかけないためといった理由で顔出し NG としていました。しかし紅白に出演した時にあまりにも精巧な CG で歌唱したグリーンさん、放映当時は SNS でかなり議論されたようです。 NHK より公式発表もありましたが、 CG は本人に似せたものなのかという質問に、回答を差し控えさせていただきますとの返答。本人たちがモデルとなったのかは不明ですが、それが本当であれば皆さんとてもイケメンですね。2グループ目はマン・ウィズ・アミッションさん。マン・ウィズ・アミッションさんは2011年にデビューしたロックバンド、頭は狼、体は人間という異形の生命体という設定で、メンバー全員が狼の被り物をかぶっていることで有名です。2011年にデビュー後、わずか2ヶ月でサマーソニック2011に出演、約1万人を動員し大きな話題となりました。また2012年には全4公演の全米ツアーを行い、その後2014年にはアメリカでメジャーデビューを果たします。ヨーロッパでもその人気に火がつき、イギリスではレディングフェスティバルにも出演、世界的に人気を集めるグループとして活躍しています。そんなマン・ウィズ・アミッションさんですが、顔出ししないバンドとしても有名。実はもともとマン・ウィズ・アミッションさんはグランツというバンド名でバンド活動を行っていました。顔出ししない理由として、ファンの中ではグランツからマン・ウィズ・アミッションに大きく方向性を変えるためだったのではないかと言われています。しかしグランツ時代の頃は顔出しをして活動していたため、顔バレはすでにしまっているようです。グランツ時代は顔出しもしていましたが、なかなか芽が出なかったため、多くの人から注目を集められるような見た目に変えたのだと考えられています。3人目は DJ ラブさん。世界の終わりのメンバーの一人、 DJ ラブさんといえばピエロのマスクが印象的ですね。公表されているプロフィールは誕生日のみ。 DJ ラブさんはボーカル深瀬さんと高校時代の同級生で、初代 DJ ラブさんと3人でバンドを組んでいたこともあります。世界の終わりが結成されてからも DJ ラブさんはスタッフのような形で関わっていたそうです。ですが初代が脱退することが決まり、そこで深瀬さんの強い希望を受けて現在の DJ ラブさんが加入することになりました。今の DJ ラブさんは2代目 DJ なんですね。初代がピエロのマスクをかぶっていたため、それを引き継ぎ自身もピエロのマスクをかぶっているのだとか。そんな DJ ラブさんですが、スマップスマップに出演した時にスマップだけに素顔を公開していたんです。この時素顔を見た中居正広さんの感想が、アンパンマンじゃねえかよ、本当ならなんだか可愛らしい顔をしているのだと思います。他にも写真は撮られていませんが、週刊誌で素顔が目撃された情報が載っており、そこでは色白で頬がふっくらとしており、素朴な表情、太めの体型で顔はプロレスラーのダンプ松本に似ているとのこと。そして顔バレが発覚した出来事はツイッターでのこと。仮面ライダーの看板を撮影された写真だったのですが、
黒い部分に写真を撮った DJ ラブさんが写り込んでしまっており、それが DJ ラブさんの素顔と言って間違いないでしょう。なお、そのツイートは現在削除されてしまっています。4人目は、ノラキャットさん。VTuber、ノラキャットさんは、他の VTuber とは違い、長年、ノラネコ P さんという人物によって個人で運営されていました。現在は絆愛さんなどが所属するアクティブエイト株式会社が VTuber 支援のために始めたアップデートというプロジェクトに参加しています。もともとはニコニコ生放送で活動していましたが、 VTuber の活動が目立ち始めた2017年に YouTube に移行しました。個人で VTuber を運営をするのはとても大変であることが容易に想像することができ、ノラキャットさんを運営しているノラネコ P さんも自身への負担を軽減するためにアップデートの支援を活用し始めました。実際撮影中のトラブルも過去には発生していて、個人が VTuber を運営する大変さも垣間見ることができます。そんなノラキャットさんですが、2018年1月21日に行われた生放送中に顔バレしてしまうというアクシデントに見舞われてしまったのです。これは当時彼女のファンだけでなく非常に多くの人たちに衝撃を与えた出来事でした。ノラキャットの中身がおじさんということで、当然顔バレした以降は動画再生回数も減ってしまいましたが、根強いファンに救われて現在でも活動しています。5人目は絆愛さん。 VTuber 絆愛さんは全 VTuber の中でも圧倒的な人気を誇っています。その人気は日本だけでなく中国や韓国でも同様で、海外にも多数のファンを抱えているほど。また自身のオリジナル曲は何曲もあり、ダウンロード版だけでなく CD まで発売しています。2018年には VTuber として写真集も発売していて、多方面での活躍が目覚ましい VTuber でもあるんですね。そんな絆愛さんですが、ある声優さんとあまりに共通点が多かったことで中の人が判明してしまい、顔バレする事態となってしまいました。絆愛の中の人は春日のぞみさんという声優さんで、いくつかの共通点があります。それは誕生日、関西弁、好きなアニメキャラ、好きなアーティスト、さらに声が激似であったことがダメ出しとなり、絆愛の中の人は春日のぞみでほぼ間違いないと言われるほどになりました。そして現在は絆愛は2019年5月の動画で4人に分裂したことを報告しています。その後2人目、3人目、4人目と続々と動画に登場するようになったものの、オリジナルが良いというファンの声が多く、分裂してしまったことは炎上騒動にまで発展してしまいました。6人目はかぐやるなさん。 VTuber かぐやるなさんは可愛らしい見た目とは裏腹にとても個性的なキャラクターと声の持ち主で、彼女の発する声から首絞めハム太郎の愛称でも知られています。彼女の YouTube チャンネルでは彼女のキャラクターが引き立つように自由な感じで撮影されていて、台本などはなく、ありのままのかぐやるなさんを見ることができます。現在ではテレビ CM への出演や公式のアパレルブランドの立ち上げなど活躍する場面が増えてきていて、今後の彼女の発展にファンの期待は高まっているんですね。そんなかぐやつきさんは中の人が YouTuber の P 丸様だと噂されるようになり、その後顔バレしたことでファンに大きな衝撃を与えました。ネット上で P 丸様の顔として流出したものがあるのですが、実際には全く別の女性だったようで、その画像に写っているのは立花という歌手活動をしている女性。ただかぐやつきさんと P 丸様さんは同一人物である可能性が非常に高いため、顔バレするのを狙っているファンは多そうです。かぐやつきさんと噂されている P 丸様さんですが、2人は声だけでなくキャラクターも非常によく似ています。 P 丸様さんもかぐやるなさん同様に独特な感性で動画を撮影していて、笑わせてくれる内容の動画が多数上げられているんですね。7人目は未来あかりさん。 VTuber 未来あかりさんは未来あかりプロジェクトの名のもとに2017年10月に誕生しました。記憶喪失という設定の美少女で、いつもハイテンションなのも彼女の特徴です。これまでにオリジナル楽曲を何曲も発表していて、2019年には日本ゲーム大賞2019オフィシャルアンバサダーにも就任しています。また過去には週刊ヤングジャンプにてグラビアを披露したこともあり、どんなことにもチャレンジする VTuber として知られているんですね。
VTuber として中の人探しをされてしまうのは仕方のないことですが、未来あかりさんもそれで中の人が判明し、顔バレしてしまった VTuber の一人です。彼女の中の人はマイヤさんという声優さんであることが判明。これは二人の声が似ていることが判明した要因とされていて、未来あかりさんのツイートにマイヤさんがいいねをしていたり、二人とも同じ顔文字を使っていることから顔バレしています。8人目はアドさん。歌い手の中でもトップクラスの人気、知名度を誇るアドさん。代表曲であるうっせぇわは社会現象になるほど話題にもなりました。最近ではワンピースファイルレッドの歌役で新時代などの楽曲を歌い、紅白歌合戦にも出場。2023年には目覚ましテレビのテーマソングに起用されたりと、未だ話題の尽きない大人気の歌い手です。そんなアドさんですが、デビュー当初から一貫してメディアでの顔出しを一切していません。しかしネット上でアドさんの画像が流出してしまっているんですね。声からイメージするとクールな女性なのではないかといった憶測がされていましたが、実際は可愛い系の女性、髪型はボブっぽいヘアスタイルで目も二重でした。なぜ顔バレの画像が流出してしまったかというと、過去に組んでいたユニットが特定されてしまったからです。アドさんは過去にアマルという3人組ユニットで活動していました。このアマルとはアドさんが高校時代の友人と結成した音楽ユニットのこと。そしてアマルのメンバーであった人物がアドさんの素顔を投稿していたんですね。このことがきっかけでネット掲示板などの特定によりアドさんは素顔バレとなりました。アドさんは本人ではなくネットの特定という部分から顔バレをしてしまいましたが、これからも YouTube 等のメディアでは顔出しをする可能性は低いでしょう。ですが自身が主催するライブでは顔出しをしているので、ライブへ行くことが ADO さんの本当の素顔を見れる唯一の方法です。いかがだったでしょうか。顔バレしてしまった芸能人たちを紹介してきました。思わぬ出来事で顔バレしてしまった方もいましたが、素顔がわかると親近感が湧く部分もあるのではないでしょうか。今後も皆さんの活躍を期待しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。